今あのタンチョウの羽なんですけど、裂いてまたくっつけるとくっつくそうです。こうですね。でそしてまたこうやってその部分はどこかも離したらまた破れやすいっていうわけではないではないですね。大丈夫、はい、あ結構どこ不思議ですね。こうでしょ、ファスナーみたいになっているので、ファスナーだそうです。開け閉めできます。何らか物にぶつかって避けても大丈夫だってことね。そうですね。自然の中で。っていうか飛ぶときにあのこうすることで、はい、あの避けるときある。まあ多分多少は避けますけど、うん、またくっつくんで、あの鳥が羽繕いしてるのは、はい、あのゴミを取ったりだとか、ここをきれいに保って、はい、防水性とか防音っていう役割をこう常日頃餌取るだけじゃなくて体の羽を整えてそういうことをしています。簡単にボロボロにはならんってことね、羽はね。そうですね。ただこれは抜けちゃってるのでやっぱりある程度経ったらみんな羽を変えるんですよね、はい、羽代わりをするので古くなるとこれ落ちたやつで、はい、また新しい羽が生えてくるっていうことになってます。